探偵事務所シーズンパス、大変お待たせいたしました。今回のシーズンパスは自信を持って言えます。当たりです。まずは探偵の服に着替えて探偵気分を味わいましょう。ルーペを持てばどんな問題も解決。クラシックスチームエンジンカー、こんなおしゃれな車に乗る日が来るとはババラも大満足です。続いては探偵事務所のドアになります。高級感があるこちらのドアは同じ通常パーテーションよりもブロック一つ分小さいのと、厚みもブロック一つ分あります。両側についているライトはしっかり光りますね。続いては秘密の本棚。実は個人的にはこの本棚が一番のお気に入りになってます。通常の本棚より少し大きいこの本棚はなんと開きます。秘密のお部屋を作るのにはぴったりのアイテムになってます。こちらのラグは近づくと怪しい足跡が現れます。犯人は近くにいるかも。探偵ポスター、高級感のあるこちらのポスターは探偵の証。探偵ならぜひ家に飾りたくなるアイテムですね。毎回おなじみクマちゃん、今回はなりきり探偵になってます。近づくと周りに怪しい足跡が。クマちゃんと一緒に謎を解きましょう。とうとう最後になりました。おしゃれすぎる大時計、思っていたよりはサイズは小さいですが、なんといってもデザインが素敵すぎます。通常パーティションより若干小さく、明かりを消すと綺麗さがよくわかります。ここまでは探偵事務所シーズンパスの紹介でした。シーズンパスに合わせて発売されているのが探偵助手パッケージ。探偵には必ず相棒に天才助っ人ちゃんがいます。なりきって探偵さんのお手伝いしましょう。可愛い髪の毛が相変わらずはバラは似合いませんね。気を取り直して、結構前に発売されたパン屋さんのシーズンパス、この衣装も探偵の助手に見えてきますね。真実はいつも一つ。今回のシーズンはいかがでしたか、バトソンジャー。これやる必要あった。